はい、今回はオートスペクトルのトロを紹介します。地震オートスペクトルは、非常に重要なスペクトルの一つで、このユニットは基本的にスペクトルについて説明ですけど、今回は1回目で、地震オートスペクトルという紹介の内容です。なぜ地震オートスペクトルが必要かというと、ほとんどの場合には我々が地震オートに応じて生じる構造物に由来した荷重、三段荷重 V ですね、を決まりたい。これに用いて、構造物を設計したりはしますので、ただ V は実際に地震応答によって変化するものですから、この V の最大値を知りたいというわけです。で、これで本当にこれは簡単に分かるかどうかというと、もちろん地震の入力の値が知りたいんですけれども、地震入力によってさまざまな応答が生じまして、特にですね、V と直接に関連しているのが、この、絶対加速度、Z の都道ですね。Z の都道とは何かというと、ここに円もここに置いてみると、Z の都道とは Y の都道と、つまり地震入力ですね、と構造物の、地震の応答ですね、地面に相対する、加速度の筆算した、あるいは足し算した絶対となっているというわけです。で、スペクトルというのが、こういう値の結果の絶対値の最大値を求めるというところで、たくさんの構造モデルを使って、その地震応答を計算したら、周期と加速度の、応答加速度の関係をこのような図に書いたら、これは地震応答スペクトルですよと。で、この地震応答スペクトルによって、どのような構造物が応答が大きい、どのぐらい大きいというのが分かりますので、構造物の特性によって構造物の設計を行うことが可能になるというわけです。じゃあ、次の問題を答えてみましょう。構造 A は質量は1、合成は10であり、構造 B は質量は10、合成は100である。という問題に、という2つの構造があるが、同じ地震度 AG を入力したどちらの応答が大きいかというと、質問ですね。実際は、答えから言うと、両方の応答は同じになるはずです。なぜかというと、この地震応答方程式ですね、運動方程式を見てみると、ここに AM、CV、KD、MH ですね、は入力です。そして両方を M で割り算してみると、このような式に変形します。A と C 割る M、K 割る M、AG ですね。で、ただし、その中にオメガゼロというのが、減衰を考慮していないときの、遠心動数ですね。この遠心動数は何かというと、K 割る M。つまり、K 割る M はオメガのゼロの地上になります。この部分はオメガゼロの地上に変換することができます。次にですね、C は2倍 H の、クリティカルダンピングですね、CCR、はルート MK となりますが、ここでは、オメガゼロが、ルート K バル M なので、これをもう一個ルート M を掛け算すると、これが、この下に M を書いてくれるので、ここはオメガゼロ、ここは M と変換することができます。つまり C バル M というのが2倍の H オメガゼロとなるというわけですね。つながって、元の式に、この式に代入してみると、A は A で、C バル M は2倍の H オメガ0で、K バル M はオメガ0の地上の D となります。したがって、地震動が分かったら、どのような応答が生じるかというと、MCK で計算されているんですが、今はオメガ0と H だけで構造物の応答が決まることができるというわけです。つまり、K と C はいくら変化しても、関係するのが、その絶対の大きさではなくて、K と M の比率、であり、つまり遠心動数だけが構造物の応答に影響しているわけです。でもちろん、減衰比の影響もあるわけですね。で、具体的にまたニューマークペイター法を適用すると、すべての MCK を H とオミガ0に変換すると、次のようになります。M ハートは1プラス H のオミガ0テータ T プラスオミガ0ベータのテータ T 地上ですね。ここには M だったので1になった。ここは C だったんですね。
2分の1に C だったので H のオメガ0になる。でここには K だったんですけど、ここにオメガ0になって M で割り算されているからですね。でそこで F ハートの方も M で割り算したので、この M がなくなって、まあ、ここは K だったのでオメガの1乗。それは AB と A になりますが、まあ、AB と A もそうするの C ですね。K で変換する。C ですね。K で変換された。というわけです。でこの式を用いて、ステップごとの AN プラス C を計算すると、最後には絶対オート仮想ですね。Z の日数と計算されるわけですので、その最大値の、絶対値の最大値を取ってみると、このオミガ0に対しての、地震応答となりますので、さまざまなオミガ0、つまりさまざまな t ですね、周期を変えて構造の応答を計算すれば、その曲線を変えて、まあ、応答、スペクトルことになるというわけです。